ものづくりから物流までトータルにサポートする企業、カトーレック。ルーツは1877年に四国高松で始まった海運業です。その後トラック輸送を開始。日本各地に倉庫や輸送拠点を構え、現在では物流加工や共同配送など幅広いサービスを提供し、海外でもロジスティクス事業を展開しています。1980年にはもう一つの主力事業であるエレクトロニクス事業に参入。プリント基板の実装を中心に電子機器の製造を受託するサービスです。そして現在グローバルな生産体制を構築しています。2つの事業であるロジスティクスとエレクトロニクスが融合したロジトロニクスで、サプライチェーンをトータルにサポートし、お客様の課題を解決します。カトーレックのエレクトロニクス事業。カトーレックでは設計、試作検証、資材調達、製造から納品まで、すべての過程でお客様をサポートします。高品質の車載用プリント基板の実装から民生品の組み立てまで、幅広い製品に対応しています。電子回路の設計やプリント基板のパターン設計、外装や機構設計などを行います。現地調達に加え、香港などのグローバル拠点によって最適な部品の調達を実現します。カトーレックは100本以上の SMT ライン、アセンブルラインなどを備え、お客様のさまざまなご要望に応えます。カトーレックは国内外8カ国11カ所に自社工場を保有しています。そのためお客様の事業戦略に合わせて生産拠点をお選びいただけます。カトーレックのロジスティクス事業。国内ではおよそ800台の車両、40以上の物流拠点、海外では香港とタイに物流拠点を保有しています。カトーレックではトータル物流サービスを提供します。サードパーティーロジスティクスや冷凍・冷蔵製品の保管・輸送、共同配送、流通加工、システム構築など多様なサービスを提供しています。その中からいくつかのサービスをご紹介します。カトーレックの共同配送は納品先に応じて最適な配送ルートを組み立て、他社の商品と共同で配送することで低コストを実現します。また輸送に必要な大型スティールパレットを商品に最適な形状・強度で設計し製造します。カトーレックでは美術品の輸送から会場での展示まで、一貫したサービスを提供しています。専用車両によって運ばれた美術品は車両のまま専用倉庫に入るため、美術品が外気に触れることはありません。カトーレックは美術品輸送の国際組織 ICEFAT に加盟し、グローバルな輸送ネットワークを構築しています。またカトーレックでは社会貢献活動として四国民家博物館の運営をサポートしています。四国各地の古民家を移築し、伝統の暮らしと文化を現在に伝える活動です。ロジスティクス、エレクトロニクス、カルチャー、3つの領域で企業活動を続けるカトーレック。安全運転で頑張ろう。Hello, selamat siang。你好。Bienvenidos a Cato desde Baja California。สวัสดีค่ะ。ยินดีต้อนรับค่ะ。カトーレックの一人一人がお客様のサプライチェーンをトータルでサポートし、お客様のグローバル戦略を支えます。明日をつくる、未来へ運ぶ、ロジトロニクス企業、加藤レック。